社長、水野よりお礼のご挨拶を申し上げます。水野社長、お願いいたします。本日は栄えある高齢者をいただきまして本当にありがとうございます。それからお忙しい中、ご来賓の皆様、物会の皆様、多くの皆様、授賞式にご出席いただきまして誠にありがとうございます。重ねてお礼を申し上げます。大橋鉄道社長の水野でございます。一言ご挨拶申し上げます。さて、この当時では私どもの市内路面電車を市電とです呼んでいただきまして、非常に可愛がっていただいております。しかし先ほど会長さんのお話にもありましたように、地方の小さな鉄道会社というのは大変厳しいものがございました。廃線ということも過去には提供されていたと思います。そういうのは見られます。それも大きく変えましたと申しますが、私の気持ちの中で変わりましたが、3年前です。これは東橋市政施行アプデートでございます。ちょうどこの年からこの豊橋の路面電車を変えていくんだということで LRT 整備事業計画がスタートいたしました。当初は鉄製のバリアフリー化、そういうものを行いました。その事業の一環として全面停車電車の導入が計画され、昨年の12月に走り始めたということでございます。ですから愛知県豊橋市、さらには豊橋商工会議所、さらに豊橋市電を愛する会の皆様はじめ、多くの個人の方や企業の方からご支援をいただきまして走り始めた電車でございます。私はこの電車を豊橋鉄道の車両というよりは残してまいておりますし、長さんはじめ皆さんが作り上げていただいた共同作品である共有の財産だと、このように思っております。私どもが新電車を作るのは実は80年ぶりでございました。社内にもちろん経験者はございません。ですから手探りの状態で始めたわけでございます。製造を担当していただきましたアルナ車両さんにはとご無理だと申しますか、本人感が所存もしたんではないかと思います。それによく答えていただきました。そして先ほど選考理由にございましたように全国産では初めてだな、京都では初めてだな、素晴らしい全面停車電車を作っていただきました。
に感謝いたしております。豊橋鉄道ではこの受賞を控えて、この路面電車をさらに多くの方が可愛がっていただきますよう、私どもでは安全はもとよりさらなるサービスに努めてまいりたい、このように思っております。今日は多くの方のご支援に対しまして感謝を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、本日ご臨席を賜りましたご来賓の方よりご用をお願いいたします。ということなので、ちょっと緊張した、ご挨拶になります、よろしくお願いいたします。本日はまずもって、2009年、ローレル賞受賞本当におめでとうございます。大鉄道様、そしてアルナシアル様の本当にこれまでのご努力、そして、後ほどいろんな方がお話しされると思いますが、いろんな方がたくさんこの列車の誕生には関わっていただきまして、そういった方々の数々のご努力に対しまして、心から敬意とそして御礼を申し上げたいと思っております。豊橋市民に挙げて本当に喜んでいる、そんな、一大、受賞式かなというふうに思っております。また技術的な側面から、そして様々な側面から本当にご選考いただきました鉄道友の会の皆様方にも心から御礼を申し上げて存じます。さて今日は鉄道の関係の、マスコミの方というのがたくさんおられると思いまして、いろいろな面でちょっとこの地域の鉄道事情を紹介させていただき、宣伝をさせていただきたいなと思っております。先ほど来いろんな型、式の、車両が配置してございます。実はこの豊橋鉄道市内線というのはローレル省の車両の宝庫でもあります。古くから言いますと3500系という車両があります。これは東京都営の7000系といった時代の、700系時代にローレル賞を取っている車両がこちらにお嫁入りしていらっしゃるようでございます。そしてちょっと今日まだ見えてませんが、こちらで800系と呼んでいる車両がございます。この車両は先ほどちょっとご紹介あった岐阜の名鉄の市内線からこちらに、お嫁入りしていらっしゃるんですが、この車両もローレル賞を取っている車両です。そして今度の、T1000 系、ということで3種類の車系のローレル賞の車両が入っているという本当に、珍しい地域というふうに思ってますし、私たちもそんな車両が、共演をする、そんな競争をする、そんなシーンを見られるという意味で大変幸せな、鉄道マニアの私として幸せな、路線であるというふうに思っています。古くは実は豊橋は鉄道マニアにとって大変なメッカでございます。飯田線に各種の、国鉄時代の名車が走り回っているんですが、そして玉田線という鉄道があります。こちらは遅くまで、SL が走っておりまして、今回の新幹線と SL の機関車が並んで競争する写真を撮れる唯一の街として、名を馳せ、その世界で、ね、名を馳せた地域。